皆様お待たせいたしました。インフィニティライブボリューム215時から行ってきましたが、これで最後のアーティストとなりました。最後を飾るのは3ボーカルのアンドロイドベイビーの皆様です。ファーストアルバムアンドロイドベイビーは全国の有名 CD ショップや Amazon などで発売中です。それでは登場していただきましょう。アンドロイドベイビーの皆さんです。どうぞ。皆さんこんばんは、アンドロイドベイビーです。東京タワーで実は初めてこういう場所でライブさせていただくのでちょっと緊張してるんですけど、はい、夜景がとっても綺麗ですね。そうですね、なんかすごいいい時間にライブさせてもらってありがとうございます。ありがとうございます。あ、嬉しいな、なんか自分だけすごいテンション上がってるみたいな。もうちょっと拍手もらえると嬉しいな。ありがとう。ありがとうございます。あ、嬉しい。ありがとうございます。いや本当にね、夜景に負けないぐらいの楽しいライブにしていきたいですね。そうですね、はい。ね、これまで結構アップテンポな素敵なアーティストさんがいっぱい出たんですけれども、ちょっと私たちはちょっとムーディーな曲も用意してきたので、はい、それで楽しんでいってください。この夜景にぴったりな感じの曲も用意してまいりましたので、初っ端なバラードですけど。そうですね、結構ねアップテンポになんすよ、わーって感じだったんでね、ちょっとどうしようかななんて思ったんですけど、まあちょっとね、まずはいい雰囲気でね聴いていただければと思います。ではこの後楽しんでいってください。1曲目聴いてください。レイン。
never forget きっと変えることはない
のことを知らない人たくさんいらっしゃると思うので、ちょっと改めまして自己紹介をさせてください。私たち3ボーカルで活動してますアンドロイドベイビーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあね、コーラスやったりいろいろやったり 踊ったりでもね、今までに出てきたアーティストさんのステージをね見ていただいた方はね、ちょっとあれですけど、あの私たちダンスユニットとかじゃないんで踊れないんです、ちゃんと実は私、ね、なんだろう、決まった振りとかないもんで、わちゃわちゃやってますけど、皆さんもなので、自由に歌って、まあ、歌うのは無理だね歌うのは無理だけど、知ってる人が、ね、顔を見てるといるので、ぜひぜひ声出してもらって、体を動かせる人は自由に体を動かして一緒に楽しんでいけたらなと思います。いいですか？ちょっと無理やりな感じで拍手が取れるので、ありがとうございます。まあそうそうそうなんですよ、はい、こう見えて緊張してるんでね支えていただけたら嬉しいんですよよろしくお願いします。アンドロイドベイビー、まあいつもはここにあとプラスハープがいるんですよ。ハープがいて、あとドラムがいて、結構楽曲もね、ライブハウスでやるときなんかは結構激しく、まあ、激しい音の中でやることが多いので、今回こうやって東京タワーで、まあ、このメンバーでやるのちょっと初めてなんですけど、ちょっとね雰囲気がね、またガラッと変わって楽しんでいただけるんじゃないかななんて思ってますが、いかんせんね、みんな知らないからね我々のこと多分知らましてばっかりだからね。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、私も知る。もしよかったらアンドロイドベイビーで一応検索していただくと、動画だったり、まあ、ホームページだったりでいろいろ私たちのね紹介がいろいろあったりするので、はい、はい、見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いしますアンドロイドベイビー、先に次のライブの告知を一度させてください。はい、次回が、2月の3日初台ドアーズという場所でライブをさせていただきます。はい、その時さっき言ってたフルのメンバーでさせていただきますので、興味のある方はぜひ。であと
もう一本決まってるのがちょっと先になるんですけど、3月の11日こっちは実は私の誕生日で、はい、知ってる人いるよね。でそれで主催のイベントをさせてもらうことになってるので、はい、ぜひ遊びに来てください。ぜひお願いします。あのね、誕生日祝ってあげてください。ぜひ結構ちょっとねドキドキしてるからね。そうなんです。まだ先なのにすごい今から緊張してるんで、はい、ぜひ今度行くよって言ってくれたらすごい頑張れます。お願いします。はい、はい、センターにいるボーカルジルって言います。ちょっとね名前が特殊ですけど。そうだね、ジルです。で下手にいるのがエリカです。サラです。サラです。お皿って覚えてください。ディッシュでも海外の方はディッシュの皿ですから。そうだね、はい、もうちょっといいなると思うけど今度考えとこう。本当、そしてね後ろにいるメンバーも紹介させてください。まずバイオリンですけども、さよこです。バイオリンのさよこはですね、まあ個人でもねいろんな、サポートをやったりとかでいろんなところで活動してるので、ことねっていうね、はい、ユニットも組んでやったりするんで応援してください。そして、作者ムンティナです。よろしくお願いします。ムンティナってまたね名前がムンちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。各自あれですね、 Facebook だったり Twitter だったりやってるのでそちらもチェックしてください。さあ、はい、じゃあ言いたいことは言ったので、そうですね、続けて聞いていただきたいと思います。またちょっとしっとりした曲を聞いてください。かなり I wanna taste this love So I want to tell you to me I'm still singing I will never fly to the sky
ざらつく喉を押す雨ぐらせてねえねえ名前を呼んで届かぬ祈りは遠く遠く私の知らない空でも終わる朝行き場をなくしてさまよう翼次の曲聴いてください。イマジナリー。皆さんもしよかったら手拍子してもらってもいいですか。ありがとうございます。
This world is all a lie. I was just gazing at it. 聞いてください。Stokes lie.Thank you.
ステージでこうして歌う機会をいただけて本当にアンドロイドベイビー幸せですね。皆さんのおかげです。ありがとうございます。あっという間ですけども次の曲が最後の曲です。よかった。誰も言わなかったらどうしようかと思った。よかった。ありがとう。次が最後の曲になりました。でもね、やっぱ2回目はあんまよくないんだね、やっぱね。ちょっと間が空きすぎちゃったかな。そっかそっかそっか。溜めすぎちゃったね。溜めすぎちゃったかもしれない。ちょっと気をつけよう、今度から。はい、気をつけまーす。まあ、そういうわけでですね、皆さんぜひ、次は2月の3日ですね。3日です。3日に、初代ドアーズ、そして3月の11日は、このジルのバースデーイベントということで、渋谷のスターラウンジでですね、イベントを行います。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんアンドロイドベイビーあそこにフライヤーもあるのでぜひ持って帰ってですねチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それじゃあ最後に一曲ちょっと悩んだんですけど私たちらしいちょっと世界観のある曲を持ってきちゃいましたので、はい、まあ夜にぴったりだよね。そうだね。夜のこの感じにちょっと雰囲気がいいかな。この綺麗な景色を頭の中で描きながら聴いてください。じゃあ聴いてください。最後の曲です。 Dream Junkie。 皆さんを夢の中にご招待します。
彩りと誘う不自然は苦労ゆだゆだ駆け出すレインボー Like a flash 狂わせたよ Dream it dark you Like a flash 溺れてくんだ Well I'm feeling Outside is fantasyですけど、すごい夜景綺麗ですよ、後ろそうだね、なんか夜景独り占めっていうかね、みんなでこっち楽しんじゃったけど、そうそう、歌いながらすごいねと思って夜景に少し勝った気分です。ありがとう、はい、ありがとうございました。ではですね、もう一度改めまして、今後のライブやイベントなどの予定がもしありましたら、この場で告知の方をお願いいたします。はい、次のライブが2月の3日ですね、初台ドアーズというライブハウスになります。で、その次が何回も言ってるんですけど、3月の11日私の誕生日の主催ライブなので、ありがとうございます。本当に誕生日にね、なんかもう誰もいないとか本当最悪だから来てほしい。ちょっとでも気になった人はフライヤーとかあるので、ぜひチェックして、なんか手帳を見て空いてたら丸つけて、ぜひ渋谷のスターランチに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ということで、以上アンドロイドベイビーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、以上でですね、失礼いたしました、ミッシュさんプレゼンツインフィニティライブボリューム2前後アーティストの皆さん終了いたしました。ここでですね、アンドロイドベビーの皆様にはこの場に残っていただいて、出演していただいた皆様にご登場していただきたいと思います。はい、どうぞ皆様ステージの方にお上がりください。受けます。ちょっとね、うちのエリカさんがね、東京タワーのミネルウォーター買ったんですよかっこいい知ってますこれ、なんか2階、1個上の階のお土産屋さんで売ってるんですけど、なんか見つけて ね、すごい、うちわです。
これ入ります、どうしましょう。はい、はい、すいません。いいね、もう OK です。はい、今日は本当に最初から最後まで楽しんでいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。インフィニティライブ、インフィニティライブイン東京タワー、第2回目無事に終了することができたんですけれども、今日ご出演していただいた皆様に、ちょっとインタビューというか一言感想などを聞いてみたいと思います。はい、それでは、トップバッターで出演しました藤子さんからお願いします。はい、今日は本当に皆さん藤子関西から来たんですけど、まだ来て見られなかった人もよかったらぜひフライヤーだけでももらって帰ってほしいなと思います。今日はありがとうございました。なんか告知とかあったら。告知ですか。はい、なんかいい告知は、もう関西のライブ明日またあるんですけど、ぜひ全国で流れてます。そうですよね、皆さんよかったら、はい、天王寺アメドフープでまたフリーライブさせていただきます。よかったら見に来てください。よろしくお願いします。フェイスブックやツイッターなどもやってるんで、よかったらフォローしてください。フォローバック絶対します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2番目に登場していただきました柳区のお二人です。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までね、こうやって残ってくださってる宮野衆がいるってことはね、とってもありがたい。よっぽどイベントが楽しかったという証拠でございますよね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、我々今日初ライブだったんですけれども、皆の衆のおかげで良いスタートが切れました。ありがとうございました。ありがとうございます。見えてるわよ。見えてる。ありがとう。楽しかったかな。すみません。はい、はい、そして4番目に出演していただきましたビクセスの皆さんです。はい、ビクセスです。今日はありがとうございます。もうね、すごいね、迫力あるステージね、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、まあ、今日はですね、本当にこの東京タワーっていう場所で本当にライブできるっていうことは、本当あんまりね、人生の中で経験がなかなかできないことだと思うので、こういう場所でライブができて、そして皆さんにね、いっぱい見ていただいて、子どもたちもね、一緒に楽しんでくれて、すごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なかなかね、夜景を見ながらライブっていうのね。そうだ、見下ろしながらのライブはなかなかないですからね。こっちでステージから見てるとすごく夜景が、ね、そうなんですよ。もう本当にレインボービリッジとかが見えたりとか。そうなんですよ、はい、ぜひぜひまたご出演来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ラスト、鳥を飾ってくださいました、はい、アンドロイドベイビーさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日本当に東京タワーだったりとか、こういう場所でライブをするのが実はすごい初めてで、ちょっと緊張してたんですけど、すごい夜景を見ながら皆さんも一緒に楽しんでくれて、いいライブができたなと思ってます。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。なんか告知とかあれば。もう何回もしてるんですけど。何回目、何回目でもう寝れちゃう。何回もやれば、何回でも言いますよ。大事なことだからね。一刻一刻、大事なことは何回でも言います。2月3日の初台ドアーズ、あと3月11日私の誕生日の主催ライブ、渋谷のスターラウンジでやります。ぜひ見に来てください。あとお願いします。フライヤーだったりとか、あと物販も一応持ってきてるので、はい、終わった後お声かけください。おすすめのものをお渡しします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、そして私今回の主催をさせていただきましたミッシュです。ありがとうございます。今日は本当長い時間皆さん本当にありがとうございます。本当にね、素敵なアーティストさんたくさんしていただきまして、お客様にもたくさん盛り上げていただきまして、本当に本当に素敵なライブとなりました。本当に感謝してます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ミッシュさんも改めて告知などございましたらもう一度。はい、今回、第2弾だったんですけれども、第3弾がなんとじゃん4月10日、ここまたここのクラブ333で、開催することが決定いたしました。ありがとうございます。ぜひね、お時間があったらスプリングスペシャルということなので、
またね春らしいステージをしたいと思います。ぜひ、ね、皆さんお時間ありましたら、遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。でこの後ですね、じゃんけん大会があるとのことなんですが、はい、はい、そうなんです。実はですね、今日会場にご来場くださった皆さんとアーティストさんとじゃんけんをしていただきまして、勝ち残った5名の方に全員のサインが入ったサイン色紙をプレゼントいたします。なかなかこのねサインレアだと思うのでね、サイン の, あの色紙がめっちゃ可愛いんですよね。そうなんですよ、可愛 い, ちょっとねお正月らしい感じ の, あの色紙になってて、全員 の, あのこれねなかなかゲットできないと思うので、勝ち残ってぜひゲットしてください。イエイ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 、はい、ということでじゃんけん大会、はい、ということで、このあとじゃんけん大会があるんですが、番組の方は、これで終了させていただきます。もう一度、ご出演していただきましたアーティストさんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。本日は本当にどうもありがとうございます。